休業していた阿蘇市黒川の阿蘇市温泉センター夢の湯が8月10日からリニューアルオープンするのを前に8日と9日プレーオープンとして無料で開放されました阿蘇市温泉センター夢の湯は天井の梁が腐食して落下そのため平成30年3月から休館していましたが改修工事が終わり JR 法碑本線全線開通に合わせてプレーオープンを行いました8日プレオープン初日今か今かと足湯で再開を待つ人たちの前に阿蘇市長が登場阿蘇市のキャラクター赤牛くんとともに来場者にタオルを配りました新型コロナウイルス感染症予防対策のため温泉入り口では 手の消毒と検温が行われ、密を防ぐため、入場者数の制限やサウナ室への入室制限があります。浴場内は壁が新しくなり、吹き抜けだった天井には板が張られていました。入浴料は大人税込400円、子ども200円、温泉はかけ流しで露天風呂もあり、ゆっくりと疲れを癒すことができます。